あのそっくりなやつ、はい、怪盗金とか、あ、はい、黒羽怪盗くん、黒羽怪盗、はい、出てますね。もうだって、はい、僕やってます。はい、新一のフルスクールキットってのがありますか？あるんですよ。なんかこう投射費 1.2 倍ぐらいで新一をやるっていう誇張するそうなんです、ね、ちょっと誇張気味にやってますね。なんか通常だとこう俺は高校生探偵工藤新一ぐらいでやるの、俺は高校生探偵工藤新一ぐらいの、ちょっとこうやるみたいな。すごい。最初の頃は僕あの工藤新一みたいな役も、そのなんですかね、かっこいい役っていうのはあんまりやったことなくて、クールなキザなっていうのがすごくちょっとあの最初のうちは苦手だったんですよ、うん、でやってるうちに怪盗キットも出てきて、うん、でそれもやってくれって言われた時に、その新一に輪をかけてキザなやつ出ちゃってどうしようと思ってたんですよでもこれ俺本当どうしようと思って、でもその2人とかがもう出会ったら最悪だなと思ってたんですけど、その2人が出会う話があってであのかえってそれをやった時になんか自分の中であの演じ分けができるようになったというか、そのなんかずっとキザでクールだと思ってた新一の方が意外に熱血感だなって思って、キッドの方はやっぱり怪盗っていうか、そのなんか高いところにいたりするじゃないですか、よく飛びますしね、はい、あいつは。なのでなんかこう上からこう見てるっていうか、こう余裕を持ってるっていうか、あーなんかわかる、なんかイメージとしてなんかそういうこう余裕、はい、新一はなんかこう下からこう上をクッと見据えて喋ってる感じですし、あのキッドはこう上から目線でこう喋ってるみたいな、なんかそういうさじ加減で、あの、どっちが好きですか？でもやっぱ新一は、そういう意味でやっぱり高山さんがベースっていうのはどうしてもあるので、まあ、コナン君がベースであって、キッドの方がそういう意味では自分自身で作るんで、そうですね、やりやすいっていうのはもしかしたらキッドかもしれないですね。またお会いしましょう。夜空に浮かぶ船の上で。